味噌にんにくだれに漬け込んで焼く。手前の鶏皿には、ウスターソースがかかった千切りキャベツがあり、焼かれたホルモンに添えて食べる。気仙沼ホルモンは、宮城県気仙沼市を中心とした地域で食べられてきた、豚のホルモン焼き料理。その成立には、1951年に、当時の国内トップレベル漁港である、第三種漁港である。 気仙沼漁港が呼び込んだ人の交流や、遠洋漁業の港町ならではの健康増進法が関与している。以下の三つの特徴があるとされる。生の豚のもつを用いる。味噌ニンニクダレに、白もつも赤もつも一緒に漬け込む。普通は、唐辛子も入れる。千切りキャベツにウスターソースをかけて、焼いたホルモンと一緒に食べる。これらは、 共通する特徴であり、各々の店や家庭によって、専用のタレを用いるなどの多少の違いが見られる場合がある。なお、炭火焼きが特徴であるが、飲食店で供される場合は、炭火とは限らない。気仙沼は、魚介類が豊富な三陸海岸にあるが、1886年に、食肉の販売や、乳牛の飼育が始まり、1981年3月に、 廃止されるまで、気仙沼市と築城もあった。この食肉処理場の存在により、戦前から気仙沼では、豚のもつを食べる習慣があったとする説と、あまり美味しいと思われなかったためか逆に食べる習慣がなかったとする説がある。戦後戦領期に、日本の栄養漁業は、制限されていたが、1951年7月10日に、気仙沼漁港が、 第三種漁港に指定され、1952年にマッカーサーラインが廃止されると、北洋漁業やマグロハイナワ漁などの基地として、気仙沼漁港に漁船員やその家族が集まり始めた。この頃、気仙沼市内の精肉店の社長が、韓国人から教わった、味噌ニンニクの味付けを安価なホルモン焼きに施し、後の気仙沼ホルモンの味が形作られたようである。 一方で、三重県でうなぎ屋を営んでいた者が漁業で、景気のいい気仙沼に移住して、店を開こうとしたところ、味噌煮肉味のホルモン焼きを食べて感動し、市内にホルモン店を開いた。また、漁船員らの長期にわたる船上生活での野菜不足を考慮して、ホルモン焼きにキャベツを添えて出すようになり、現在のような気仙沼独特のホルモン焼きの特徴が船員らを、 通じて一般にも広まったとされる。1969年3月3日に最上位の特定第三種漁港に指定。気仙沼独特のホルモン焼きは約半世紀にわたって市内の飲食店では年中提供され、多い時で30もの専門店があった。また、春の花見、夏のバーベキュー、秋の芋2回など野外での宴会でも、 七輪で焼いて食す市民がしばしば見られ、家庭料理としても広まった。2006年、気仙沼でのホルモン焼きに立ち行きにない特色がある、ことに気づいた地元の町づくりサークル、気楽会が市内のホルモン焼きの実態調査を開始し、気仙沼ホルモンの名称統一と定義づけを行った。また、気仙沼ホルモンが食べられる店の一覧地図や、気仙沼ホルモンの応援歌、 モン X に気仙沼ホルモンを作成し、PR も始めた。これに触発された気仙沼市役所産業部商工課が、市の物産、特産品のウェブサイトにおいて、気仙沼ホルモンの PR を始め、気仙沼商工会議所も、七輪を20台購入し、気仙沼ホルモン専用として、無料で、イベント等に貸し出し始めた。ちなみに2006年は、 地域団体商標が始まり、食に関する地域ブランド確立を目指す動きが各地で起きた年でもあり、B-1 グランプリが始まった年でもある。2007年になると、気仙沼ホルモン祭りが始まった。さらに、仙台宮城デスティネーションキャンペーンのプレ DC 及び仙台宮城デスティネーションキャンペーンを通じて、気仙沼ホルモンやその PR 活動が、 地元マスメディアなどに取り上げられ知名度を上げた。また、読売テレビ放送制作で、日本テレビ系列で、全国放送された、秘密の県民賞のコーナー、連続テレビドラマ圏の中心で愛を叫ぶの、宮城県を特集した2008年8月7日の放送会において、気仙沼ホルモンが取り上げられた。現在では、気仙沼ホルモンと看板を掲げている飲食店が、 気仙沼以外にも存在し、仙台市では国分町をはじめとして市内に数店あり、群馬県高崎市にもある。また、気仙沼市内の精肉店などが味噌ニンニクダレに漬け込んだ気仙沼ホルモンを店頭販売の他に通信販売もしているため全国で食べることができる。なお、気仙沼ホルモンと岩沼トンちゃんの両方を出す店が仙台市にある。 例年お盆の時期に、気仙沼市の活性化集団、行が主催する、息祭りにおいて、2007年から、気仙沼ホルモン祭りが、同時開催されている。ありがとうございます。